必ず守ってみせる。神話スキルが、4人から5人の攻撃ダメージを上昇させますっていうやつをやるんですけど、まだレベル1だからこんな弱いんだけど、レベル5まで上げると相当強いんですよね。ごめんなさい、聞こえてたかな、声の大きさがちょっと、声っていうか音か、ゲームを。これで、デロンズがいなくなったから後列の弱点攻撃率 80% 消えるんで、今ハーラが動いた感じですね。簡単にやられんじゃねえ。そうだよ、私をもっと楽しませな。反撃の時間です。これが本当死にスキルだから、バンバン撃ってほしい。やり直しかな。開けろ、懲罰の剣は今ここに。エルニア回復するんだ。貫通、寝ちゃった。貫通以外は食らわない。ターン制限ある。我らに歯向かう全てのものに裁きの光を。回復しました。3000も回復すればね、十分ですよ。あらららら、邪魔よ、すぐ楽になるから。感謝持ってんのか。おとなしくしてなさい。誰が変身。美しく輝く水の踊りは、マジカルピュアアクア、ここに剣山。ピュアアクア変身したって人も回復しないからな。そして消してやる。いいぞいいぞ、ピュアハートに変身できるフラグが当たった。でも未だに明かりが落とせない、強い。デロンズいないから回復量は下げられないんだよね。それはちょっと厳しいよね。ここに誕生。力を見せる。誰も説得しなくてよかった。おお、かっちょいい。誰やったったね。思うがままよ。我らに歯向かう全てのものに裁きの光を。え扉を開くわ。もう普通だったよね。激しく引き荒れる。
おお、それに。懲罰の剣は今ここに。繰り返すわけには。テオ。本当テオがすぐ倒れちゃうよね。今回テオが全く動かなかったな。ソーハメプージン撃ってほしかったんだけど。一筋の光を。全然ダメージ当たんねえ。反撃の時間です。簡単にやられんじゃねえ。そうだよ、私をもっと制圧効果食らってんのか。邪魔に限界重く早く開けろ。懲罰の剣を今ここに。重く早くじゃあ行くぞ。今日も一生くらえて。ダメだね、これ勝てない。4戦いきます。なんかね、この4300体がね、ほんと耐久パーが多いんですよね。昨日も、5戦したら4000耐久パーです。ここを超えれば耐久パーも一旦減ると思うんですけどね。早くマックスにしないとな。てかエルニア死んじゃった。結構厳しそうだね。簡単にやられんじゃねえ。これは貫通はない。私をもっと楽しませな。制圧効果が入っている。重い。重く出た。うわー、嘘だろ。じゃあ行くぞ。今日も一生懸命。限界。つまんねえな。失礼。このパターン結構いいんだよな。テオいつもはターラも残ってんのに。繰り返すわけには自分の死を感じるがいい。行きたくねえ。恐怖を知らぬこの方の全てを切り伏せ。ここで終わるのか。まだね、100% ではないからね、負けは。まだバフターン残ってるんでね。次ででももう終わりだから。これで制圧効果かけられちゃって終わりです。くそー、悔しいな。マジでマジで悔しい。この俺が貴様を死へ誘ってやろう。俺のちょっと前のテンプレか。テンプレっていうかミラーか。もうね、この全体攻撃でいれば結構いいんだよ。バフ減4ターンだし。ただ貫通食らっちゃうのが痛いよね。あと8ターン。邪魔よ。我らに歯向かう全てのものに裁きの光を。
おターラがやばい。回復した。感じてみるがいい。うわ、貫通か、追加攻撃。耐久性はね、ターラの方が高いんだよね。発輪がついてるよ。うわあ、耐えた。オッケー。じゃあ行くぞ。今日も一生懸命取れる武器に。たら。重く。わあ。追加攻撃怖くないですか？どこ飛んでくるか分かんねえから。ハマれば強いね。エルミア。こいつも。つまんねえな。追加攻撃はきついよね。戦いって最高の大体その分は死ぬような。その前まで耐えられても、また繰り返すわけには。大変ありがとうございました。大変よろしくお願いします。マスマンいけるかな。目標マスマンなんですよね今週は。くらえ、邪魔よ。くらえ、そういえばこの前のリングどうでした？バルキリーリリーのイベントの超越者リング、俺星5の攻撃力30でした。まあ悪くはないかなっていう。根性欲しかったもんね。 60% でも根性欲しかった。ルミア、これさ、追加攻撃は貫通多すぎだよ。どうしよっかな。エルニア、エルニアじゃねえや、ノアにも復活にしよっかな。貫通なんですよノア。貫通の意味あんまないか。じゃあ行くぞ。今日も一緒って。ね、また繰り返すわけにはまだ。変身、はあ、君に愛の鼓動、マネカルピューハート、ここに参上。こっちが変身するのはいいけど、変身されるのはすげえやだね。防御力も上がるし、あとはトゥルードレベル50にするだけなんで、まあ、次の SP ミューランが来た時にトゥルード出たらなーって感じですかね。ミューランはおそらくゴリゴリのアタッカーだと思うんで、まあ、ちょっと楽しみですね。通常攻撃時貫通。消すか。消すか。消して復活リング上書きするか。まあこういう決断も必要だよね。時には。あ、そうだ。今通常攻撃貫通ってそこまで役に立たないからな。
秘術睡眠沈黙。全然違うな。あれ？攻撃力は？今作ったやつどこ行った？作ってねえよこれからだよ何が作ったやつで、これを攻撃力 30% に変えるんだ。本当はクリダメ上昇もありなんだけどね。でもまあそれつけちゃうと状態異常1回減っちゃうからね。とりあえず今は状態異常優先で、あ、違うわ、吸血優先で。どこ行った？通り過ぎたよね、きっと。間違いなくね。ゴールド不足50。マジかよ、もうやだまあここで終わりにしますか。はい、というわけでね、エルニアを入れて、アリーナやってみた。今のところはちょっと結果出てないんですけれども、まあなんとか、ノアの延命をね測って使っていきたいなと思います。まあエルニア自体はねそんな弱くないと思うんですよ。ボス戦って言われてますけどね、なんとかアリーナでも使えるようにしたいな、使えたらいいなっていうところですかね。やっぱこれいいと思うんだよ、氷河の一撃。これもクリティカル貫通適用されるんでね。はい、ではどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。